年間を振り返ってと、はい、いうことでございますけれども、例えばじゃあ100点満点でご自身何点とかどんな評価をされていますか。点数で表現するのはなかなか難しいですけれども、まあ、この2年間全力で走り続けているので、まあ、気持ちとしては100点を持っていたいなというふうに思っております、まあ、しかしながらまだまだ抱えている諸課題に対して課題解決に結びついていないこともありますし、また公約においてもですね、まだ実現の目処が見えていないものもございますから、まあ、それを残り2年間の中で、まあ、しっかり果たして、まあ、最終的に100点だったと言えるようにしていきたいなと思っております。まあ、今後、あと2年でございますけれども、今後へ向けたその改善点、反省点、いかがでしょうか。まあ、課題が大きくてですね、解決に至っていないものもやはりいくつかありますので、まあ、それをなんとか解決に結びつけられるように努力をしていきたいなと思っているところでございます。またこの2年間も今までと同じように全力で走り続けることが大切だというふうに思っておりますので、まあ、細かい反省点、まあ、政策であったり、まあ、その他いろんなことはあるとは思いますけれども、それについては職員と一緒に分析をしながら解決を図ってまいりたいなと思っております。よろしいでしょうか。はい、他にございますでしょうか。はい、どうぞ。読売新聞の西です。すみません。はい。反省点分析して解決していきたいと思います。具体的にですね、どのような施策というのは、まあ、公約実現できていなくて、まあ、反省点があるっていう具体的で、教えていただきます。今日お話しさせた中でいきますと、まあ、周産期においてはですね、まだ医師を招聘できていないという状態ではございます。まあ、しかしながら、まあ、それに向けて北後志市管内の方々はもとより、市民の皆様も含めて、協会病院における医師の招聘に向けて、まあ、動き始めているところでございますので、なんとか安心して、産み育てられる環境づくりに向けて、まあ、今まさに走っている最中であると認識しているところでございます。また市民プールにおいても公約で掲げさせていただいておりますけれども、まだそれも目処が立っていない状態でございます。今年調査費を上げて、今公共施設総合管理計画等もできましたけれども、まあ、小樽市における、まあ、施設の状況、まあ、統廃合も含めてですね、まあ、どのような施設にしていけるのか、なんとか今年度のうちに目処を立てて、でそして、まあ、その、建設場所も含めてですね、目処がつくように努力していきたいなと思っているところでございます。よろしいでしょうか。最初、何点かというと、気持ちとしては何点、はい、満点評価だったんですけれども、まあ、それはこの2年間まあ、精一杯、まあ、取り組んできたという意味合いにおいて、点数にするのは難しいとは思いますけれども、一生懸命やってきたことそのものにおいては、まあ、その点数を、まあ、自分自身としても評価として表現したいということであって、まあ、残り2年においてもですから、まあ、全力で取り組んでいくことで、まあ、今のような課題点も含めてですね、具体化をし、またその時にも100点と言えるようにやっていきたいということで表現させてもらったものでございます。公約とかで実現できてない部分はあるんだけれども、この前半2年の部分でいけば、はい、まあ、100点満点になる。そうですね、少しはやってますけど、はい、まあ、はい、その今抱えている大きな課題においても、この2年間において何とか実現しようと取り組んできてはおりますから、まあ、そういう意味合いにおいてもですね、一生懸命取り組んできたということでの、まあ、点数として、まあ、理解をしていただければと思います。よろしいですか。はい、他にございますか。はい、はい、どうぞ。市民プールの話なんですけど、はい、後半に目処を立てたいというのは、それどの程度の目処ですか。
ですから今お話しさせていただいたように、まあ、建設形態を、まあ、内容を、まあ、市民の皆様と協力しながらご理解をいただいて、まあ、建設地を、まあ、決定をし、まあ、できれば、まあ、基本設計等を予算化していく、まあ、そのあたりが、まあ、目処というふうに私なりに認識しているところでございます。よろしいですか。はい、はい、他にございますか。はい、はい、どうぞ。はい、今の市民プールのお話に続いてしまって恐縮なんですが、はい、その基本設計を、参加するということはある程度の最低限これだけは必要なんじゃないかとい う, 建物規模の試算が必要かと思うんですけど、はい、現段階でどれぐらい最低でもこれだけは必要だっていうのはお示しいただけますか。いやごめんなさい、今まだお示しのしようがないというか、まあ、ですからそれを形にするためにこの度調査費を改めて上げさせていただいて、その方向性を市民の皆様と、まあ、共有するために今まさに取り組んでいるところなので、まだ具体的な表現はしようがないところであります。はい、よろしいですか。はい、他にございますか。はい、どうぞ。3点で、市民プールの調査費計上されてますけど、はい、いろんな、まあ、道内、先行事例というんでしょうか、はい、海外含めて、先行事例を視察するということだったと思うんですけど、はい、目処はどうでしょうか。いつ頃にどこに行くか。あ、ごめんなさい、まだそこまでは把握できてないです。後ほど、はい、始まったばっかりです、はいはい、あでも、まあ、どこ行くとかですね、まあ、始まったばっかりとはいえ、まだ年度5月ですけれども、はい、早めにいろいろ調査しなければ、いろんな、まあ、基本設計も含めて、そのものの筋がずれてくるので、はい、まあ、この部分を視察するというのであれば、まあ、私個人的な意見かもしれないんですけども、割と早く、まあ、今まで調べた部分もあると思いますので、はい、いけるかなと思ってたんですけどね、まだ例えば、あ、ちょっと冬とか夏とか、そういうところでもどこにとか、そういうのはまだ決まってない。はい、まだそこまで私自身も把握できておりませんので、その内容についてもお示しできる段階になりましたらお伝えしたいなと思います。よろしいですか。はい、他にございますか。はい、どうぞ。まあ、その2年の振り返りの続きでございますけども、はい、2回は、まあ、だいぶ紛糾が続いてきた。ええ、その点についてのご感想は、まあ、私主任させていただいて、まあ、2年経ちますけれども、まあ、議会とのその先ほどおっしゃられた、まあ、紛糾みたいなことにおいては、まあ、当初やはり、まあ私自身の、まあ、未熟さもあってですね、起きていたところもあると思うんですが、まあ、徐々に、まあ議会の運営について、またさらには市政、私自身も含めてですね、その議会における対応等も、まあ、いろんな形で、まあ、取り組んできていく中で、まあ、少しずつ、まあ、共有されたり改善が図られてきたのではないかなと感じているところでございます。まあ、引き続き、まあ、それについても、まあ、私を含め市としてしっかり努力をしていくことが重要ではないかなと思っております。まあ、さらに聞きにくいことをお尋ねしますが、まあ、紛糾のテーマを振り返るとですね、講演会通信があり、それから、講演会幹部の参与登場、それですとか、あと、まあ、講演会の方が関わる形成問題、まあ、いろいろございましたが、講演会が、まあ、キーワードになっている印象が強いわけなんですけれども、それに対する市長さんのご感想を考えいかない。議員側が質問されるのは何を質問されるか基本的には自由ですので、それに基づいて我々は答弁していくだけです。で、それに対しての私の見解はありません。見解はない。はい、例えばですけどね、小樽に将来についてこういろんなこう論議をするんではなくて、はい、残念ながらそういう身近なことにテーマがいってしまって、はい、そんなことへのご感想はありますか。それについては、まあ、今までも何度もお話しさせていただいておりますけれども、議員の方々とは私は政策論議をしたいので、ぜひ政策についての、まあ、ご質問等をしていただければと思っております。
まあ、その議会における、まあ、あの議論のやり取りにおいてはですね、あの議員側にその選択権がありますので、私の方からご質問してくださいということにやはりなりませんから、ですから、まあ、それは議員の皆様にぜひそのことを念頭に置いていただいて、まあ、政策についての議論を行っていただきたい、まあ、それが、まあ、私の、まあ、個人的な、まあ、思いというかですね、まあ、求めているものでございます。まあ、ご自身の未熟さもという、まあ、あのご発言もありましたけど、そういうところがその論議になってしまうことへのご反省、何か今現時点でございますか？あ、それはあの私が未熟というのは、まあ、答弁の時における、まあ、答弁漏れであったりとか、まあ、言葉の、まあ、未熟さ、その答弁の未熟さのことを言っているわけであって、今お話しされたことではございません。あの今読売新聞さんの方からご指摘されたことについてではございませんので、まあ、それについてはそのように理解をいただければと思います。ご指摘されたことというのは、その講演会がこう、はい、研究のテーマになってしまうこと。いや、はい、それは私の未熟さはそことはあの直接リンクしてません。自分のご答弁の話を、はい、そうです。それは未熟な部分があったので、まあ、当初、まあ、議会における、まああのまあ、いわゆる議会がストップしたりとかしたことがありますから、まあ、それをだから改善を図っていっているということでお話をさせてもらったことであって、その講演会のことは関係ありません。あの、まあ、その市長おっしゃるように、その質問はこう議員の選択ですから、はい、それを、まあ、選べませんけれども、そうですね、今後、まあ、こういう紛糾によるね、まあ、ある意味、時間、エネルギーのこうロスを減らすために、はい、何かお考えでございますか？いや、あの、それは先ほど来から言っているように、まあ、そういうふうに、まあ、努力を我々はしていくことが大切だというふうに思っております。私も別に紛糾を望んでいるわけではございませんので、はい。はい、嬉しいですか。はい、他にございますか。はい、どうぞ。あの、時事通信の森と申します。はい、よろしくお願いします。あ、先日総務省の方がですね、はい、ふるさと納税の未入金の企画を、はい、3割まで抑えるよう、はい、自治体に通知を出したと思うんですけれども、はい、まあ、一部の首長さんからはあの一律返礼金することに対して疑問の声も上がっているんですが、はい、市長のご見解をお伺いできますでしょうか？ちょっと市長の今ふるさと納税の返礼金のことについて、はい、もともとですね、あの小樽市としてはあの地元の産品をということで、あの常に意識をしておりますし、あのそのやはり納税してくれた方々においての、まあ、気持ちとして返礼をするという意識ですので、あの初めからそのような高額の商品は用意をしておりません。ですので、あのこの度改めて総務省の方からご指摘ありましたけれども、もともとふるさと納税は、まあ、そういう視点で取り組まれているものと思っておりますので、まあ、市としては、まあ、それに対しての、まあ、混乱はないと思っておりますし、あのご指摘は、まあ、ある意味当然のことなのかなと思っているところです。はい、よろしいですか。はい、他にございますか。はい、どうぞ。すいません、先ほど読売新聞さんの質問、はい、議会等で改善が図られている、市長も先ほどおっしゃっていたことなんですけれども、はい、あの個人的なのかもしれないですけど、改善が図られているようには見えないんですが、どういうところが改善が図られているとお考えですか？まあ、あの私自身の、まあ、答弁の仕方、それ自体もやっぱりあの、意識してということももちろんそうなんですけれども、やはりあの質問に対しての答弁書を我々作るにおいてもですね、答弁漏れがないように職員自身は議員の方々と事前にちゃんとレクについてですね、以前よりも意識をして取り組まれている状況でございます。またその答弁調整においてもですね、あの今まで以上に、まあ、そういうことがないようにということで、一つ一つ真剣に取り組んでいるところですので、まあ、そういう意味合いにおいてもかなり改善は図られてきているだろうと思っております。今総合計画の条例案、あの継続審査となっております。はい、まあ、このあの先日、予算特別委員会の方でですね、集中審議があったんですけども、はい、その中でその議員側からの、まあ、条例案に対する批判というのはあったと思うんですが、批判、まあ、あの先ほどの市長のそういう調整とかいろいろ進んで改善が図られているということであると思うんですが、はい、まあ、今回のその総合計画の条例案については、
あのそういう意思疎通書かれてなかったんじゃないかなという気もするんですが、いやあのごめんなさいね、先ほどのは、まあ、議会が、まあ、止まったりとかっていうことでの話ですから、まあ、それと今の話はちょっと別な話かなと。これは、まあ、市長部局側から、まあ、いわゆる市の方からあの提出させていただいた議案に対して、まあ、議員側がそれとは違う見解を持ってたということだと思うので、まあ、いわゆる、まあ、混乱で止まったということとはあの違うのかなというふうに思います。まあ、この度の、まあ、総合計画のお話におきましては、まあ、4邸の中で、まあ、残念ながらあの開会ができずにですね、まあ、その時にも総務常任委員会等で、まあ、現状の報告も含めて行う予定だったものが、まあその機会がなかったということも、一つの要因なのかなというふうに思っておりますので、もちろんあの議会審議における内容においてはですね、できるだけ議員の方々にも、まあ、事前にちゃんと情報提供をして、政策議論ができる環境づくりを市としても意識をし努力をしているところでございますので、まあ、この件におきましては、まあ、議員側からの、まあ、そういうご指摘、事前にそういうお話なかったというお話ありましたけれども、まあ、物理的になかなかできなかった部分もあったので、まあ、その分一定後に、まあ、このように、予算特別委員会継続していく中でですね、まあ、議論を積み重ねれているというふうに思っておりますので、まあ、その上で、まあ、議員側においての、まあ、判断がなされるのかなと期待をしているところではございます。よろしいですか。就任2年繰り返しに関連して、あ、ごめんなさい、何の関連、就任2年、はい、2年、はい、に関連して、で、あの、就任2年ですか、言い方を変えると、選挙まで2年ということなんですけども、まあ、この間、元市の職員の方が出馬表明されたりとかですね、そういう動きがあって、はい、で将来のまちづくりについて不安っていう危機感があるということで出馬を表明されてたんですけれども、羽生さんですけど、はい、で、まあ、そういうふうに批判、まあ、市政運営、馬瓜市長が掲げる100点とする市政運営についてですね、批判が出たということだと思うんですが、はい、それについてどのようにお考えになってますか、どのように受け止めましたか。何もありません。何もない、はい、というと、なぜ何も、なぜ何も、何もないから何もありません。何もない、何も意見、コメントがない、ないですね、うん、はい、批判されているんですけど、それについてのコメントはない、それについてはあの、まあ、繰り返しになりますけど何もありません。あの当然に市政運営していく中であの批評というのは当然いろいろありますから、あの評価されることもあれば当然にあのご指摘受けることもあります。ですからあのそのご指摘においては、まあ、真摯に受け止めて改善が図れることであればしっかり行っていく、それだけでございます。それはその方が言ったから言ってないからではなくて、あの市民の皆様に対してそのような思いの中でしっかりやっていかなければならないと思っております。よろしいでしょうか。はい、他にございますか。はい、どうぞ。ごめんなさいね、はい、はい、どうぞ。はい、あの市長さん、あの当選の時は私はいなかったんですけれども、はい、まあ、その時にその聞くところでは、うん、まあ、いわゆる旧五社体制を、まあ、批判されて、はい、出馬されたと、伺っておりまして、まあ、あの私のその来てからの見聞でもですね、うん、いわゆる議会や商工会議所に対して変わってほしいと、そうですね、いうことを、まあ、あの公にこう口にされてますが、はい、その変わってほしいとはこう具体的にこうどんなところをどうしてほしいというところなんでしょうか。うん、はい、まあ、あまり細かい具体的な表現は避けますけれども、まあ、今までその五社団体の方々はそれをもってオールオタルと常に表現をされておりました。でも小樽市民はやはり12万人いらっしゃって、やはり市民の皆様それぞれに市政に対して、まちづくりに対して思いを持っております。ですから私はそれに対して、まあ、首長として、皆さん一緒にこの町を、まあ、支えていく、盛り上げていくんだという視点に変えていってもらいたいという思いは一つ持っているところでございます。要するにこう5社だけではない、はい、その他のこう
市民各層に意識を広げてくれという、そうですね、はい、残念ながらその方々は自らの立場または自分たちの参画について主張されておりますけれども、私はその方々だけではなくて市民の皆様がみんな平等に参画できるやはり立場だというふうに思っておりますので、そこに差別をつけるつもりはございません。ですからその方々においても同じように公的な視点、公的な立場の方々でしょうから、そういう市民の皆様の意を汲んでいただきたいなと思っております。変わってほしいという呼びかけは日本で、どのぐらい伝わり、あるいは影響が、分からないです。はい、それぞれの個々人においてそのことに、そういう、私の思い、また市民の皆様のお考えと、お話しした中で気づいていただいた方もいらっしゃるかもしれませんし、変わらず今までの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、それは何をもって測りようもない状態でございます。今後の2年もそれを主張を続けようということ？もちろんです。はい、はい、よろしいですか。はい、じゃあ皆さん、2年間の振り返りという話に関連しました。はい、前回の選挙というのは、ある意味なんかカジノのね、カジノと、はい、原発というのが一つの、争点とは言わないですけど、ちょっとある意味それが支持されたというのは、反対して支持されたというのはすごく大きいと思うんですけど、はい、カジノの方もやらないということで、はい、もういいんですけど、はい、原発の方なんですけど、それは2年間その活動の中でね、どんな成果というかどんなことをやってきたと。成果は再稼働させないことが成果なので、再稼働してなければそれは成果として果たせているということだと思いますが、残念ながら、それを所有されている、電力会社として、稼働させたいという思いの中で今だに動かれているところですから、私としてはそれが再稼働されない、しないことを、それに基づいて、取り組んでいくしかないと思っております。実際には今までもお話ししたように、それをやっぱり、所有されている、電力会社に対して、私は今までもアプローチさせていただいたところではありますけれども、それ以外の手立てにおいてはまだまだ見えていないところもありますから、それは担当職員も含めてですね、または同じように、再稼働、反対を表されている方々と、情報交換しながらどう具体化していくのかは、これからの2年間の一つの課題なのかなと思っております。とりあえずその再稼働がされていないから、まずそれが成果だと。それをちょっと言葉表現悪かったかもしれませんけれども、あと、はい、北電に働きかけているそういう方なんです。こうなんですけど、要はその再稼働の一つのキーになるか、主演の町村、地元自治体と、知事の同意だとかっていうのがすごく大きなことですし、あるいはその地元自治体をどこまで広げるかっていう、そういう議論もあると思うんですけど、そうですね、そういうことに対する政治的な働きかけっていうのは、一切その積極的な動きはすることはないんですか。ですからそれについては先ほどお話したように、職員担当している職員とも、いろいろことを協議しながらですね、その方策について考えていきたいと思っています。そういう知事に働きかけたか、国に働きかけをしていくか、そういう、どこにどうアプローチするかも含めて、いや先ほど私がお話しさせてもらったように、この2年間では、そこまでは行えなかったので、その対応についてこれから2年間いろいろそういう方々と協議をしながら、具体的な対応策が手を打てるようにしていきたいなとは思っております。北電っていう、北電に対しての一つ具体的にそのするということで、指定も来ておりますし、これからもすることはあるとは思います。そこをするということがあればね、いわゆる知事だとか国だとかに働きかける、具体的に働きかけるという、そういうことを考えるというのは自然だと思うんですけど、それはあくまでもまだ検討中ということで。もちろん検討中です。検討中、
それをこれから、まあ、改めて、まあ、担当職員とも、まあ、協議を重ねていかなければならないというふうに思っております。どこを、まあ、これはまたいろいろあるかもしれませんけど、具体的にその検討ってどういうことが課題になっているんでしょうかね。いや、だからこれからそれを打ち合わせていくので、今は答え、課題というのはまだ見えてないところですか。課題が見えてない、表現が、その質問、何をしていくか、これからその、原発を、まあ、止めるというかね、まあ、そういうことに対して、まあ、どこまで、その廃炉という話までなるのか、あるとりあえずその原発を今、再稼働させないというその話なのかね、まあ、そういうことを、まあ、どういうようなこう道筋っていうのをこう立ててね、まあ、自分としてはどういうことができるだろうかって、そういうことについて、これから検討する。それらについても検討しています。それらについても、はい、今お話しさせてもらったように、まずはやはりそれを、まあ、管理所有されているやはり北海道電力さんに対して、やはりしっかりそれを、まあ、お示しをし、まあ、その、再稼働しないという選択肢を持てないだろうかということで、何度も、まあ、今までもここでもお話しさせてもらっておりますけれども、この2年間の中でやり取りはさせていただいているところでございます。でもそれだけで、まあ、再稼働しないということが、まあ、決定づけられるわけではありませんから、まあ、それ以外の方法において、まあ、これから、まあ、その相手も含めてですね、どう対応できるのか、まあ、具体的にできるように、まあ、打ち合わせ協議をしていきたいなと、まあ、これからも積み重ねていきたいなというふうには思っております。はい、他に何かございますか。はい、どうぞ。原発の話は出たんだよな。確か市長は、9年後に廃炉を求める要望を出されていたと思うんですが、廃炉を求めると表現されたのは私ではありません。そのノウハウを構築してくださいということで要望書を出すということで、その要望書についてその後どうなりましたか。確かまだ受け取ってないんですよ。いえ、はい、北電さんの方には小樽支店さんに通してもお渡ししております。郵送じゃなくて手渡し、そうです、職員が持参して提出しております。はい、その後の返答っていうのはまだないんですか。あ、返答はいただいておりません。よろしいですか。はい、他にございますか。なければですね、続きまして、ちょっと幅広く今、結構議論されておりましたけれども、報告事項等以外の点について、どうぞ。朝日新聞の作品です。はい、最近市長が街頭でですね、辻出していますか、私の2回ぐらい通り過ぎて、あ、そうですか、手を振ったんだけど、無視されちゃってます。すみません、まあ、それは気づかなくて。そのまあどういう意図があってその街頭演説をしているのか、はい、まあ、一部報道がいろいろあって、逆に市民の方がですね、選挙までまだ2年あるし、一体どういう意図で、辻出しをされているんだろうか、雑誌によっては解散するのかとか、まあ、いろんな憶測が出ておりますので、まあ、その辺のことを含めて市長の、まあ、意図といいますか、こういう理由でやっていますというお話を聞ければと思うんです。はい、ですね、私、まあ、そのような街頭を含めてですね、就任させていただいてからも時間を許す限りですけれども続けております。私自身は、まあ、今までもお話しさせてもらってますけれども、やはり市民の皆様にのもとに出向いて、やはり皆様の声を聞きながら行うべきがやはり市政運営だというふうに思っておりますので、まあ、その一環として、まあ、ずっと続けさせていただいているところでございます。ただやはりどうしても公務がですねありますので、まあ、就任前ほどの頻度は持てていない現状ではございますが、まあ、できうる限り続けていこうと思っておりますので、まあ、急に始めたわけではございません。あと私が見たら市長を含めて3人で立ってらっしゃったと思うんですが、それぞれまあお名前を書いたのぼりを掲げていたというんですが、はい、他のお二人はどういう関係なんでしょうか。あ、そのお二人のことにおきましては、きっとお二人なりに皆様に改めて何かお話する機会が出てくると思いますので、その時を持って待っていただければと思います。市政に将来関わるというような
お気持ちのある方というふうに理解していいんでしょうか、ね。まあ、この場で私が表明することではないと思いますし、その方々自身もその方々なりに考えられていると思いますので、その時をお待ちいただければと思います。政治的な方向としては、同志と言っていいんでしょうか。同志までいかない、お友達。いや、今の姿勢に対して、何かしらの思いを持たれているということで、はい、ありがとうございます。はい、はい、他にございますか。よろしいでしょうか。あ、はい、自殺の話で、できるだけそういう市民の前に、はい、市民が直接、はい、ご意見を伺うと、そうですね、だと思うんですけども、はい、いろいろ話したり、市長は実は立っている釣り立ちはしてるんですけども、はあ、一応立っているだけという言い方をするとして間違いませんが、はい、そういうところで果たしてどういうふうに市民の意見を吸い取っているのかな。立っているだけ、どういう表現ですか、意味ですか。自分の思いを伝えているとかですね、または、はい、市長の方から市民の方に歩み寄ってて、はい、何か問題ではないかとか、というふうに釣り立ちをしているところを見ていると、はい、そういうふうな場面というのはあまりないように見えるんですが、見える先ほど朝日新聞さんも手を振ったけれども、すみません、気づかないときは時にはあります。はい、ただ、いろんなその市民からの意見を聞くという方法は、はい、いろいろあると思います、ね。そうですね、いろいろあると思います。例えば、懇談会みたいなのを開いてですね、伺うとかですね、はい、いろんな手法、または目安箱みたいなのを作って話を募集するということでもできるかもしれない。だけども、市長もこの釣り立ちという手法で、なんていうんでしょうかね、ほとんど通り過ぎる方がほとんどだと思うんですよね、その中で果たして市民の意見が吸い取れるんだろうかっていう疑問があるんですが、もちろんやらないよりは確実に吸い取れると思いますよ。ですから具体的にどういう話を吸い取りましたか。いや、あまりそれはこの場でご披露するべきことではないというふうに思っているのでいろんなお話ありますから、いや、そう除排雪のことも時にはあれば子育て支援のこともお話ありますし、いろんな分野においてお話ありますから、それを事細かく一つ一つ申し上げないけど、今手持ちにもありませんし表現のしようもありませんけれども、でも大切なことはやはり、首長という立場の人間がやはりそういうふうに現場に赴いていつでもそこにお越しになられれば市長に対してお話ができるという環境を整えることがまず第一ではないかなと思っております。ですから先ほどお話しされたように、いろんな手法があると思うんです。ですから私も和気あいあいトークのお話もさせていただいておりますし、市長と語る会というのも今も続いているところでございます。それ以外においても市民の皆様と直接対話できるようにと、いろんな形にしていくことはこれからも努力していかなきゃならないなと思っておりますけれども、そのうちの一環として私自身がそのような街頭活動をするということは私は非常に重要なことだというふうに思っているところでございます。当然その場においてお会いする方々は私自身と直接、いろんな対話ができるわけですから、でそのことを私自身も具体的なご意見はもとより、そのような市民の皆様の反応を肌で感じながら姿勢をすることが大切ではないかなと思っているところでございます。そのなんかただ立ってるだけみたいな表現はちょっと私は非常に失礼ではないかなと思いますけれども、そういうふうにことを指摘されている方がいらっしゃると思うんですから、はい、訴えるだけが全てではないですよ、はい、ですから時にはマイクを持って自分の思いを主張する、これも重要なことかもしれませんけれども、逆に言えばそれをやることによってその来られる方々が距離を感じたりとかですね、話しづらいとか、そういうふうに受け止められることも時にはあり得るかなと思いますので、まずはやはり私としては訴えるのみならず皆様からお声を聞く、お話を受ける、そういう意識を持ちながら行わせていただいているところでございます。皆さんから、市民の方々からお話を伺うと、それはそうです、はい、市長が釣り立ちするところって神出鬼没なもんですから、はい、市長に物言いたいんだけれどもどこに立ってるんだろうというのは分からないと思うんですよね。
というふうに一般的にその市民からの あのご意見を吸い取るために外側に立つ、まあ、ご意見を伺うっていうのであれば、はい、例えばまあ、やるときは分からない、分からない、予定立てづらいかもしれないんですけども、例えば、この場所とか、例えば市役所の前で、いますとか、はい、他どこでいますっていうふうに、場所を区切った方が市民にとっての親切じゃないのかなっていう気もするんですが、またはその今度どこどこに立ちますということを、例えば、まあ、市役所のホームページとかに出すとですね、市民の方々がですね、はい、より市役所に来て市長に会うとかなかなかできないと思いますので、あそこで行けば市長に見たりとかできる、ということができるんじゃないかなと思うんですけども、はい、市長の考えるように市民の方々の意見を聞くというふうにするならば、まあ、その市長が表に出るというと、うん、追跡をするという市民の意見を聞くという場っていうのを固定させたりとか、そういうことが必要になってくるのか、そういうふうにした方が良いのではないかなと思うんですが、それについては。はい、それは考え方が違いますので、そうはすることはありえないと思っています。まあ、ご指摘のようにですね、まあ、予定を立て必ずしもそうできない場合もありますから、そういうふうに表現しておきながら、まあ、仕事公務等が突然入ってきてですね、まあ、そこに出向けなくなってしまうみたいなことがあってしまえば、当然混乱に結びつきかねませんので、まあ、先ほどお話しさせていただいたように、まあ、時間を許す限りの中で行っている取り組みですので、まあ、なかなかそれは、まあ、行いづらいのかなと思っております。またそういうふうにこう場所を特定してお示しをせずに行うことによってですね、まあ、市民の皆様の、まあ、なんていうんですかね、まあ、リアルな反応といえばよろしいんでしょうか、まあ、それをつかみやすいのも、まあ、場所を決めずに行うことが実は重要ではないかなと。つまり場所を決めて最初から心構えを持って何かを要望するために持ってこられるということではなくて、市民の皆様自身の日頃の反応を感じるという意味合いにおいても、そのような場所をですね、事前にお示しすることなく行っていくことの方が私は大事なのかなというふうに思って、このような対応を取らせていただいているところでございます。ですから、まあ、今後においても今の段階においてはですね、場所をまあ公表して行うということは現時点では考えていないということでございます。基本市民の方々の反応というと、反応ってどういうことですか？先ほど言ったように、例えば場所を特定してお示しをしてやった場合においては、もうそのことをこういうふうに具体的に要望するんですということを持って、それだけを持って来られるということを、はい、反応という言葉を使われたんですから、はい、市民の方々の声を聞くというのとはちょっと違うのかな。例えば批判とか、激励、要望、はい、いろいろあると思うんです、ね、そうですね。それを聞くということは反応というか、なんかちょっと受け入れ的な印象を持ったんですけれども、まあ、いわゆる、まあ、先ほどの繰り返しに、どういうふうに市長のことを思っているか、市長が探るような感じの印象を受けちゃった。ごめんなさい。反応という言葉を使ってですね、はいはい、まあ市政に対して、まあ、市民の方々とかですね、市長に対してどのようなことを感じていらっしゃるか、はい、ということを市長が反応という、まあ、受け身的にか、把握するというふうに思ったんですけども、はい、まあ、どっちかというと、まあ、私ちょっと考えているのは、その、お話を伺ってたら、市長はまあ積極的に話を吸い取ると、はい、反応というとちょっと、意見を吸い取るものももちろんそうですけど、まあ、私自身は、まあ、お役目について、まあ、政策なり、まあ、具体的な取り組みを今までも進めさせていただいているところですけれども、やはりその市民の皆様のその、まあ、お言葉ももちろんそうですけれども、まあ、反応等も含めて、まあ、いわゆる先ほどお話したのは、その市民の皆様の声とか、まあ、そういう反応を、まあ、肌で感じながら姿勢をしてますと言いましたけれども、まあ、今のその取り組みにおいての、まあ、方向性等も含めてですね、市民の皆様にこう喜んでいただける環境づくりができているかどうか、まあ、そのようなことも含めてという意味合いですので、まあ、言葉として、まあ、反応という言葉を使わせてもらったというところでございます。よろしいですか？はい、他にございますか？内容ですので、
それでは以上をもちまして、本日の記者会見を終了させていただきます。なお次回の記者会見ですけれども、6月2日金曜日の11時からを予定しております。本日はどうもお疲れ様でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。